めっちゃかっこよくない？ほんと強そうだよね、うん、剣にしてね、仮面ライダーっていうね、ほんとにコミックから出てきましたみたいな感じになるね。確かに。今日は仮面ライダーセイバーライダーキックスフィギュアシリーズを紹介します。はい、ということでですね、はい、ドドンと前に並んでおりますけどね、 RKF 私もね、01の RKF をね、集めてたから、うん、今回ね、セイバーの RKF をね、うん、こんなに紹介できるなんて超嬉しい。そう、セイバーが始まってからもこんなにたくさんの RKF が登場してます、ね、歴史刻んできたって感じするよね。すで、はい、にこのね、セイバーとブレイズはバンマニで紹介しているんですけど、うん、最新のね、仮面ライダー最高まで登場しています。今日はね、セイバーから一体ずつ振り返りながら紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう、バンマニ。はい、まずは仮面ライダーセイバーブレイズエスターだから紹介していきます。 RKF シリーズのいいところは、箱から出したらすぐ遊べる、うん、っていうところなので、ちょっとモリちゃん開けてみて。うん、はい、あっという間に取り出せちゃいました、うん、全部かっこよくできてるじゃん。かっこいいよね。簡単だったね、しかもポージング。で、今日は商品担当者の方にいろいろお話を聞いてきたので、紹介していきます。はい、セイバーといえば、うん、剣士の物語じゃないですか。文豪にして剣豪ね、うん、剣がね、重要なアイテムになってくると思うんですけど、うん、RKF シリーズの武器は今まで塗装がね、単色だったんですよ。おー、そうなんだ。そうなんです。なんですけど、今回この剣士の物語ということで、うん、2色使い、塗装がされてるんですよ。ほんとだー。この火炎剣烈火赤のところに、うん、このシルバーの塗装がされていて2色使いになってる。ブレイズもそうだ、うんうん、ブレイズも青い剣にシルバーの塗装が入ってます、うん、エスパーダも金色の剣に銀色の塗装がされています。この前このね、セイバーとブレイズを紹介した動画でも言ったんですけど、うん、崩壊用手首のパーツがたくさんついてて、いろんなポーズが取れるんです、うん、で、抜刀してないシーンとかも再現できるように、うん、ソードライバーのパーツもついてたりして、ポージングも好きに取れるようになってました、うん、やっぱこの3体がいるとさ、うん、なんかいろんなシーンが思い浮かんでくるよ ね。この3人は特に友情が熱かったから、ね、あの剣を交えたシーンとかさ、俺たちは仲間を信じる約束したシーンとか、うんうん、もう本当に胸が熱くなったし、うん、この前の生放送の時とか、そうだね、森ちゃん、内藤さんと山口さんに2人からお話聞いて、より一層物語のめり込めた感じがした。うんうん、ここ3人が並んでるのがなんかね、本当ね、エモいというか感慨深いよね、本当に。フィギュアだけでもこうやって3人揃えられるっていうのがね、うん、いいよね。バンマニ。次は仮面ライダーバスター剣山スラッシュです。おー、はい、バスターとか剣でかすぎでしょ。いや、でかすぎ。どうやって持ってんの、こっちで。え、しかも、うん、剣山とかも、いや、ちゃんと2つに分かれてるよ。え、ほんとだ、すごい、二刀流になってる、ね、スラッシュも剣だけじゃなくて、うん、ちゃんと銃持ってる。あー、持ってたんかい。そう、銃でゴーゴーだ。私スラッシュ大好きだからさ。あ、銃でゴーゴーしちゃう。そう、同じ色だから銃でゴーゴーしちゃう。確かに。で、この3体といえば、うん、なんだっけ。私の担当さんから聞いてきました。え、繋がってた。の、フォームチェンジ。正解です。おー、よしよしよし。腕のパーツを交換してフォームチェンジをすることができます。うん、で、ちょっとパーツを付け替えてフォームチェンジしてみましょうか。はい、腕パーツを交換してみました。おお。このね、バスターはね、今この玄武弱君用の腕パーツを付けたんですけど、後ろにね、土豪剣激怒ね、土豪剣激怒をね、付けれるようになっていたり、うん、剣山のこの手裏剣モードに。して持たせることもできます。スラッシュもね、銃モードにして持たせることができます。ただね、これだけじゃないんですよ。おお、なになに。なんとこの腕パーツなんですけど、それぞれ互換性があって、この例えばこの玄武弱君用の腕パーツを剣山とスラッシュにつけることもできます。えー、すげえ。バンダイマニア。続いては仮面ライダーカリバーです。おお、かっこいいね。はい、もう番組ではね、うん、最初の頃から登場してたんですけど、カリバーが登場したということで、後ろに飾ってあるけど、セイバーとも戦わせてね、うん、遊ぶこともできますと。で、このね、カリバーもなんとフォームチェンジができて、この一つの商品で、うん、ジャークドラゴンからジャオードラゴンにパワーアップすることができます。持ってき方、ジャオードラゴン。これでね、ジャオードラゴンにも変身できるっていう形だよね。そうです。ちょっと組み替えてみますか。うん、ジャオードラゴンにパワーアップしてみました。うわ、すごい、うん、威厳がある、ね、すごいよね。やっぱこの胸の部分がさ、ゴールドになってるから、より
強さが増してるし、やっぱなんといってもこのマントの大きさよ、こんなにでかいの。わあ、床につきそうな顔大きいんだったね。だからこれさ、もうめちゃめちゃ稼働するから、うん、超躍動感のあるポージングとかも。あ、そうだね、うん、すごいね、うん、1体でこんなに遊び応えあるなんて、びっくり。ここから上の部分のパーツが2つついてるってすごいよね、うん、バンマニ。続いては仮面ライダーセイバードラゴニックナイト&ワンダーコンボセットです。でかでかすぎない、この1体でブレイブドラゴン、クリムゾンドラゴン、ドラゴニックナイトに変身することができます。ちょっとね、このボリュームがすごいので、ちょっとまず開けてみましょうか。うん、でれー、ドラゴン入っとる、すごい。ブレイブドラゴンも入ってます。やばー、すごい、すごいよね。で、この中にもう背景も入ってて、うん、これでちょっと写真撮ったらめっちゃ楽しいんじゃない？まずはセイバーブレイブドラゴンとブレイブドラゴンです。あ、どっちもブレイブドラゴンや。ブレイブドラゴン、このね、背景も合わせてもうディスプレイするとめっちゃかっこよくない？いや、すごいね、変身シーンみたいなもう再現できるよね、うんうん、ね、確かに、うん、もう本当にね、パーツがいろいろついてて、もうしっかりね、ブレイブドラゴン再現できるので、うん、RKF 初心者の人はもうこれからゲットすれば間違いないんじゃない、ね、って担当者の方が言ってました、うん、あ、担当者さん一押し入りました、うん、もうぜひゲットしてもらいたい、うん、この竜の方のブレイブドラゴンすごいよね、うん、尻尾も動くんだよこれ。本当だ、ほらぐにゃんぐにゃんに動くね。だから本当に飛んでるシーンとか、うん、足とかこうやって後ろに下げてこうやって持って飛んでるみたいな感じにもできるし、そうだね、これ上とかにもね、乗せたりしてね、遊んだら絶対楽しいよ。はい、今ね、素体フィギュアに、うん、あのブレイブドラゴンのパーツがついてる状態なんですけど、モニ、うん、ちゃんの前にクリムゾーンドラゴンに変身する時用のパーツがあるので、うん、ちょっと付け替えてもらってもいいですか？やった、私この RKF 欲しかったからさ。ちょっとやってみてください。はい、はい、できました。いや、結構簡単にできて、自分でもびっくりしてるし、うん、このね、裏面にちゃんとイーグルの翼もね、うん、ついてるのがちょっとね、最後までこだわりがあってすごいなと思った。確かにこの商品といえばね、あのパッケージの中央にも位置してたんですけど、うん、やっぱドラグニックナイトよ。ですよね、はい、お兄ちゃんの前にパーツ用意してあるので変身しちゃいましょう。え、いいの？またやって。お願いします。よっしゃー、じゃーん、できました。ちゃっかりドラゴンにも乗せちゃいました。しっかり乗ってるね、うん、本当に作品に出てきたみたいなさ、飾り方ができるからいいよね。確かに、私あのジャオドラゴンとさ戦うシーン、空中戦だよね。そう、空中戦めちゃめちゃ好きだから、うんうんうん、それ再現できるの嬉しい。いや、このシルバーのカラーもかっこよくて、うん、でしかもね、ここにドラゴニックブースターもちゃんとあります。そしてこの仮面ライダーセイバードラゴニックナイトと対を出すのはこちら、仮面ライダーブレイズキングライオン大戦記です。おー、ブレイズのね、パワーアップ形態もついに登場しました。いや、リータローずーっとワンダーライドブックまだですかって言ってたもんね。修行してたもんね。よかったよかった、うん、京都フォーム慣れてね。そうだね、うん、やっぱこのね、フォームちょっと比較してみてさ、ちょっと並べてみたいんだけど、あ、色味が結構違うんだね。全然違うね、うんうん、キングライオン大戦記の方はさ、結構青が濃くて、うん、濃紺って感じになってるけど、こっち鮮やかな青っていう感じだね、うん、どっちも強そうだけど、やっぱこっちの方がね、もうキャノンとかもついてるし、そうだね、さらにかっこよくなってる。ちゃんとね、ここにキングライオンブースターの方もついてます、うん、大活躍だったよ ね、 ね、柱をね、こう撃破したりとかさ、うん、で、この商品の目玉といえば、うん、モードチェンジです。おー、なになに？そう、ライオンモードにね、モードチェンジができるんですよ。まさかの、はい、嘘、すごい変形しちゃいます。ちょっとやってみましょう。うん、はい、変形しました。いや、すごいよこれ、はい、聖剣口に加えちゃってさ、ほんと強そうだよね、うん、ライオンじゃん、ね、こんなライオンに変形するなんてさ、もう普通のホモサピエンスにはできない芸当だよ、もう。到底できません。うん、このさ、あの、リンタロウが、ライオンになっちゃったっていうシーン。あー、メイちゃんがね。あそこ好きなんだけど。うん、かわいいよね。かわいい、うん。ここにね、ちょっと、ブレイブドラゴンもいるので、うん、こんな感じでね、ブレイブドラゴンとライオンモードのね、仮面ライダーブレイズ、キングライオン大戦記を並べて遊ぶこともできます。うん。バンマニ、
はい、お待たせしました。続いては最初のパッケージが並んでるところでもちらっと見えてたんですけども、うんうんうん、仮面ライダー最高最高パーフェクトセットです。わー、待ってました。待ってました。この RKF シリーズにも仮面ライダー最高が登場しました。じゃあこのね、商品の内容もね、もういち早くみんなにお届けしたいと思うので早速見ていきましょう、うん、はい、でねー、うわー、すごい、めっちゃカラフル。中の背景もカラフルだね。あ、なんかコミック調になってるんだ ね、 ね、カラフルでかわいい。まずはこの商品の主役と言っても過言ではない仮面ライダー最高です。おー、剣にしてね、仮面ライダーっていうね、はい、本当に細かいのよ塗装が。わかる？本当だ、すごい細かいところまでメタリックの塗装がされてる、うん、続いては最高シャドウを召喚してみました。ユキョーティンが召喚したの、すげえ。で、この最高シャドウをベースにしてパワーアップ遊びができるのでやってみましょうか、うん、はい、はい、仮面ライダー最高 X ソードマンに変身してみました。組み立てるの楽しかったね。めちゃめちゃ簡単だった。うん、よかったよかった。背景も組み合わせてね、さらにカラフルになってますね。本当にコミックから出てきましたみたいな感じになるね。確かに、ちょっと世界観が作れるよね、うん、うん。さっきまでこれが仮面ライダー最高だったけど、うん、次はこれが仮面ライダー最高なのね。うんうん、熱いね、あのユーリがね、体を手に入れたからね。そう、だからこれは今持ってる剣に関しては光合剣最高、うん、で仮面ライダー最高ではないの。さらにね、あのフォームチェンジをして RKF を楽しんじゃいましょう。はい、続いては仮面ライダー最高 X ソードマンパワフルに変身してみました。最高の顔をついてる。よく気づいたね、うん、今度はね、この左腕の部分が最高なんです。この右手にも光合剣最高持ってるし、二刀流で戦うのか。あー、確かにありそうだね。気になるよねこれ、うん、そして最後にもう一つフォームチェンジしてみたいと思います。はい、続いては仮面ライダー最高 X ソードマンワンダフルです。ワンダフルこの最高さ、ネーミングがすごいよね。パワフルだったりワンダフォーだったり、うん、面白いよね。そうだね、うん、面白い。今回はね、左腕から移動して右足に最高がついてます。移動するんだ。これさ、多分つま先に剣がついてるからさ。あ、本当だ。これでライダーキックしたら最高なんじゃない？確かにそれはワンダフルだね。これだけさ、パーツ残ってるからさ、うん、組み替え遊びとかもできるんじゃないかなって思ったんだけど。確かに、ちょっと RKF オリジナルフォーム作れそうだね。うん、やってみたいかも。ちょっとこのさっき使った仮面ライダーセイバードラゴニックナイト&ワンダーコンボセットにもさ、たくさんパーツ入ったじゃん。入ってた。そっちでもちょっとオリジナルフォーム作ってみようかな。あ、いいじゃん。うん、お兄ちゃんは仮面ライダー最高のオリジナルフォームを、私は仮面ライダーセイバーのオリジナルフォームを作りたいと思います。バンダイマニア、はい、オリジナルフォーム作ってみました。かっこいいね、二人とも。ねえ、いい感じにできたんじゃないの。でちょっと私の方からちょっとポイント紹介していきますね。はい、はい、これはね、やっぱね、全部モリモリ、私もモリモリにしたくて、右肩にブレイブドラゴン、左肩に左右ジャーニー、そして真ん中にね、ストームイーグルがいて、うん、さらにね、両サイドのね、ローブはドラゴニックナイトにして、もう4つのね、要素が入ってるわけよ。あー、クリムゾンドラゴンとドラゴニックナイトが混ざってる感じだね、うん、そう、この私の中ではこれがね、最強のフォームになっております、うんうん、かっこいいかっこいい、うん、じゃあ私のも見てほしいんだけど、うん、名付けて仮面ライダー最高パワフルワンダフルスペシャルです。あー、もう面白い。いや、なんて言ったってさ、うん、顔も最高、剣も最高、そして足も最高、うん、まさにスペシャルかなりモリモリに作ってみました、うん、でこのさ、うん、もう脳の一つの商品だよ、ね、一つの商品でこんなにね、オリジナルの本を作ることができるということで、うん、遊びごたえあったわ。今回使ったこの背景なんだけど、うん、仮面ライダーおもちゃウェブの週刊 RKF フォトロックから借りてきました。え、借りてきたのこれ。特別に借りてきました。毎週 RKF の魅力的なね、写真がたくさん更新されるので、みんなもチェックしてみてください、うん、そして RKF シリーズにとどまらず、うん、このギャーゴスピーディーだったり、ライドガトライカー、うん、そしてこのキングオブアーサーなどのアイテムとね、組み合わせて遊ぶこともできます。え、この背景もまさか
週刊 RKF フォト録から借りてきたの？はい、借りてきました。あらすごい、ノーザンベースですね、これが、うん、こういう感じでね、RKF シリーズを彩ってくれるアイテムがたくさん登場してるので、うん、こちらも合わせて皆さんゲットしてみてください、うん、バンマニ、本日は仮面ライダーセイバーライダーキックスフィギュアシリーズを紹介しました。今日紹介したものを並べてみたんですけど、壮観だね。全部集めるとめっちゃ迫力ある。かっこいいねこれ。フォームチェンジだったり変形などといった RKF シリーズならではのギミックもたくさん登場しています。でたくさん集めて自分だけの世界観で作ってみるのもいいかもしれないね。確かに RKF シリーズにとどまらず、このディアゴスピーディーだったりいろいろなアイテムも登場してるので、うん、この番組を再現してみるのとかも楽しいかもね。あ、確かに、うん、番組に登場しているライダーもいち早くラインナップしてるので、みんなも好きなライダー見つけてぜひゲットしてみてください。テレビシリーズ仮面ライダーセイバーはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。キョーティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識は油揚げの豆知識。油揚げは電子レンジで1分間加熱すると簡単に開くことができます。いなり寿司を作る時など破けてしまってがっかりしますよね。加熱すると簡単に開けるようになります。試してみてね。明日も見てね。